はい、皆さんこんにちは。ゆいびぼろく本舗です。今回は JS を使って公開記事のヒットの、リアクションですね。こういうリアクションを JS を使って解説していきます。まあ、今回は前から受けた攻撃と、まあ、後ろから受ける攻撃、まあ、これ逆になりますよね。ちょっとモーションが今合ってないのでなんか変な感じになっていますけれど、前から受ける攻撃と後ろから攻撃受ける攻撃で、まあ、モーションを、切り替えるようにしています。まあ、ちょっと分かりにくいんで、まあ、どういうことかというと、こっちの方が分かりやすいと思うんで、まあ、こういう感じですね。正面から打つと右攻撃の場合、相手は左に浮き、左にこうよろけますよね。一方それを後ろから攻撃するとその逆になりますよね。右から受けるとこういうふうに相手はこういう方向に流れますよね。こういうふうに、攻撃の前から受けるのか後ろから攻撃受けるのかで、まあ、リアクションの方向を変える、まあ、そういうことを今回行います。では早速やっていきましょう。当チャンネルはご覧の方々によって支援されております。いつもありがとうございます。また他に支援していただける方がおられましたら、概要欄のリンクからよろしくお願いいたします。はい、それではですね、ファイルを開いてもらって、今の状態はどういう状態かというと、コンボだけはできる状態になっています。これですね。まあ、コンボに関しては前回動画を出しているので、詳しくはそこを見てください。まあ、こういう処理と、あとゲームプレイアビリティですね。まあ、これですね。まあ、こういうのを、まあ、以前入れたと思います。で、あとウェポンですね。今武器持ってますけれど、このウェポンのコリジョンは今は無効にしておいてください。これですね。コリジョンプリセットノーコリジョンにしておいてください。まあ、敵となるキャラクターも、もし武器持っていたら今のところは、ノーコリジョンにしておいてください。で、今はこういう感じですね。まあ、とりあえず、連続攻撃はできます。できますけれど、まあ、もちろん今何の設定もしてないので、コリジョンも何もないので、敵にも武器は貫通してしまいます。で、ここから、武器が敵に当たった場合、まあ、敵がリアクションする。まあ、そういうのを今から実装していきます。では、そしたら、ウェポンにコリジョンを与えていきます。ここのプラスのアドを押して、コリジョンですね。あ、その前に、ウェポンにコリジョンを与えるので、ウェポンを選択している状態で、プラスアドですね。で、コリジョン。で、検索させると、カプセルコリジョンがありますので、これを選択。で、名前を、ウェポンコリジョンにしておきます。で、そしたらですね、このウェポンを、あ、ウェポンコリジョンを、まあ、適当な大きさで、今ちょっと動いててやりにくいので、そういう場合はここのメッシュを押している状態で、このポーズですね。ポーズアニメを押すと動き止まるので、まあ、そっちの方がやりやすいかと思います。で、またカプセルコリジョンを押して、ウェポンコリジョンですね。を押して、で、ウェポンの、コリジョンの大きさを、これですね。ここのシェイプのところにある、これを変えることによって大きさ変わるので、まあ、少なくても武器がすっぽり覆われるぐらいですね。で、かつ、気持ち大きい方がいいですね。こんな感じですね。まあ、大きさはまた後で調整してもらったらいいです。で、このウェポンコリジョンなんですけれど、まあ、基本的に、コリジョン自体は任意で作った方がやりやすいと思うので、まあ、適当にコンパイルしておいてもらって、ここですね。プリ、あ、ここじゃないかな。セッティングスの、プロジェクトセッティングスを押して、ここの左側のコリジョンですね、を選択します。
で、一番上のオブジェクトチャンネルズのところのニューオブジェクトチャンネルを押して、例えば名前をプレイヤーウェポンにします。で、デフォルトはイグノアにしてアクセプト。で、あと、もう一個ついでに、このエネミーですね。エネミーウェポンで、イグノアでアクセプトを押します。で、もう一度戻って、今度、ウェポンコリジョンを押して、で、ここをですね、コリジョンプリセットを今オーバーライドになってますが、これをカスタムにします。で、オブジェクトタイプを、次は、コンパイルしないといけないですね。コンパイルすると、出てきましたね。で、これ、プレイヤーのウェポンなので、プレイヤーにします。で、次に、このウェポンコリジョンの、ここのポーンが今、オーバーラップになっていますけれど、このポーン以外は全部、イグノアにします。なので、ここにチェックを入れていきます。これはここですね。こういう感じですね。ポーンだけオーバーラップにチェックを入れておきます。で、次、メッシュですね。メッシュに行って、ここのコリジョンプリセットをキャラクターメッシュになっていますけれど、これをカスタムにします。で、今度、一番下のエネミーウェポンですね。ここにオーバーラップにチェックを入れます。で、オーバーラップイベントを使うので、そういう場合は、このジェネレートオーバーラップイベントにもチェックを入れます。で、これでどういうことかというと、まあ、後でエネミーのウェポンに、エネミーのウェポンを設定していくんですけれど、まあ、エネミーのウェポンに、オーバーラップ。このメッシュですね。このキャラクターのメッシュ自体は、エネミーのウェポンに反応するようになります。それ以外は反応しません。なので、自分自身は、プレイヤーウェポンっていう種類のコリジョンを設定しているので、まあ、自分が持っているウェポンには反応しません。イグノアにしているので反応しません。まあ、そういう設定になっています。で、ちょっともう一度ウェポンコリジョンに戻ってもらって、で、この設定はこれはこれでいいんですけれど、最初ですね。最初に関しては、このコリジョン使う必要がないので、最初は無効にしておきます。ノーコリジョンですね。これで一時的に今、すべてのコリジョンが無効になっています。で、このコリジョンを設定したい瞬間に、ここのノーコリジョンから、まあ、別のコリジョンですね。まあ、コリジョンイネーブルとかにして、設定を変更していくという流れになります。なので、これで一旦コンパイル、セーブして、今度同じようなことを敵の方ですね。敵の方で設定していきます。そして敵となるもののファイルを開いて、で、ウェポンは、コリジョン無効になっているのを確認して、のコリジョンですね。で、同じように、コリジョンを設定していきます。まあ、今回、敵が攻撃することはないので、まあ、別にいらないっちゃいらないんですけれど、まあ、とりあえず設定しておきます。まあ、ウェポン、まあ、コリジョンにして、で、ここをカスタムにして、あと一緒ですね。ここをイグノアにすると一旦全部イグノアになって、ポーンだけチェック入れておきます。で、コリジョンの大きさですね。は、適当に変えておいてください。適当に変えておいて、まあ、最初は、ノーコリジョンでいいので、ノーコリジョンにしておきます。
で、あと、メッシュですね。メッシュに行って、で、オーバーラップのここにチェックを入れて、キャラクターメッシュをカスタムにして、で、今度は、これ敵なので、敵はプレイヤーのウェポンにオーバーラップしたいので、ここにチェックを入れます。で、初期値は、これですね。これでいいですね。で、コンパイル。で、セーブしておきます。そしたらもう一度プレイヤーに戻って、ここのカプセル、ウェポンコリジョンですね。を右クリックして、アドイベントで、このアドオンコンポーネントビギンオーバーラップを選択します。で、右クリックで、エニーダメージですね。イベント、じゃない。これじゃないですね。アプライダメージを出します。で、こう出して、で、アザーアクターをこのダメージにつなげて、で、ここの値を、なんか適当な値、10とかでいいんで、10に設定します。で、これでヒットしたアクターですね。今回敵キャラクターになるんですけれど、敵キャラクターの情報がここに入って、それが飛ばされます。で、ここの、今度イベントグラフに行って、これ敵のブループリントですね。敵のブループリントでは、エニーダメージ。これ、イベントエニーダメージを出します。で、ここで、プリントストリングを出しておきます。ちゃんとこれが動いているかどうか確認するため、確認するためですね。で、これはこれでいいんですけれど、今、コリジョン、ノーコリジョンになっているので、例えば P のボタンを押した、攻撃ボタンを押した瞬間に、ここのコリジョンを有効にすればいいので、まず一旦、このウェポンコリジョンを出しておいて、で、コリジョンですね。コリジョンで検索させると、これですね、セットコリジョンイネーブルを出します。で、コリジョンイネーブルでもいいんで、コリジョンイネーブルにしておきましょう。で、プレイ。ちょっと動き止めてたので、こいつですね。ここのポーズアニメを解除して、もう一度プレイ。で、今、攻撃したら、左側にハローって出たと思います。こうなってたら OK ですね。つまり、一番最初ですね。最初は、このウェポンコリジョンのコリジョンは無効にしていて、で、P のボタンを押した瞬間に、コリジョンが使えるようになります。使えるようになるんですけれど、今は、ポーンにしか反応しない設定になっています。で、ポーンには反応しないですけれど、自分自身ですね。自分自身のメッシュのオブジェクトタイプはポーンなので、あれで言うと自分自身に反応してしまうんですけれど、ここでエネミーウェポン、プレイヤーウェポンの
コリジョンは無効にしているので、自分自身には反応しないという設定ですね。で、一方、敵の方に行ってみると、敵のメッシュを見てみると、敵はプレイヤーウェポンのコリジョンには反応する設定になっているので、もう一回プレイヤーに行って、イベントグラフで、このウェポンコリジョンが敵にヒットした瞬間に、ヒットした瞬間、この情報が敵に行くんですよね。まあ、敵に当たるので、敵に行って、で、これが自動的に発動して、ハローって出る、まあ、そういう流れになっています。まあ、なので、まあ、こうやって、ハローって出るっていう感じですね。まあ、ここまで大丈夫ですかね。はい。で、今ですね、コリジョンの設定が、Pのボタン、攻撃のボタンを押した瞬間に、コリジョンが設定されるようになっているんですけれど、まあ、そうではなくて、もう攻撃のモーションに応じて設定すればいいっていうのもありますので、まあ、今回そっちの方でやっていきます。なので、まあ、ブループリントのところで、まあ、どこでもいいんで、右クリック、で、ブループリントクラスで、このオールクラスからですね、notify anim、まあ、anim notify ですね。anim notify state で、anim notify state があるので、セレクト。で、anim notify state ということで、ans のアンダーバーの、ウェポンコリジョンという名前にしてエンターを押して、開きます。で、開いたらここですね。ここのファンクションのオーバーライドに、Received Notify Begin があるのでこれを選択します。こういう感じですね。で、ここのメッシュコンポーからですね、get owner ですね。get owner を出して、で、ここからですね、cast to の、まあ、プレイヤー、まあ、プレイヤーとなるブループリントファイルですね、を出します。今回で言うと、これですね。で、これとこれをこう、つないで、で、ここからですね、ウェポンコリジョンを出します。ゲットで出します。で、さらに、ここから、セットコリジョンイネーブルを出します。で、こう、つなぎ替えて、で、ノーコリジョンになっているので、コリジョンイネーブルにして、コンパイル。で、この辺、もう一回使うので、この4つをコピーします。で、ファンクションでオーバーライドを今度 Received Notify End ですね。を押します。で、コピーしたやつを貼り付けます。で、あと、こういう感じにつなぎ替えていきます。で、これをノーコリジョンにします。そしたらですね、この攻撃のモーションのモンタージュのところに行きます。これは人によって違うので、自分のモンタージュのところに行きます。今回は、まずこいつですね。こいつの自分の好きなモンタージュのところに行って、Notify のところを1個増やして、で、ここで、
アドノティファイステートで、さっき作ったやつがあるはずなので、ウェポンコリジョンを選択します。で、コリジョンを有効にしたいところですね。まあ、例えば、まあ、こんな辺でいいなら、ここにこれを持っていって、で、コリジョンを無効にしたいところ、ここぐらいまででいいと思うので、こういう感じですね。で、これでどういうことかというと、このモンタージュが再生されて、ここに差し迫ったときですね。この ANS コリ、ウェポンコリジョン。これさっき設定しましたよね。で、Begin のとこ。最初が Begin なので、Begin のところに差し迫ると、このようにコリジョンが有効になります。で、ここが Begin で、ここが End のところですね。で、エンドになったら、この Notify End のところで、また無効にしたので、コリジョンが、ここで無効になるという感じですね。で、これを、他の、モーションですね。に、全部やっていきます。あとは、まあ、一緒ですね。これも、まあ、こんな辺ぐらいから。まあ、こんな辺ぐらいまで。で、次。こんな辺かな。こんな辺で、こういう感じ。まあ、設定し終わったら全部、保存して、すいません。で、プレイヤーの方はここ設定したと思うんで、これいらないんで、削除して、実際動くか確認ですね。動いてますね。で、まあそもそもなんでこうしたかというと、ここでコリジョン設定して、まあそれはそれでいいんですけれど、その場合コリジョンが、なんて当たり判定がいっぱい出るんですよね。こう、敵に触れた瞬間に当たり判定が出てしまうので、まあ、それだと、まあ、よろしくない。まあ、見栄えもちょっと悪くなってしまいますので、ここ、コリジョン出るのは、まあ、ここの範囲だけに今、設定したわけですよね。まあ、そうすることによって、まあ、当たり判定も1回だけ出るっていう感じですね。そうじゃないと P を押した瞬間にもうコリジョンが有効になってしまうので、 P を押した瞬間にこのコリジョンが敵に触れただけでも反応が出てしまうので、そっちよりかはちゃんとモーションに合わせてコリジョンを有効無効にした方がどちらかというとちょっとリアリティがあるので、まあそうした感じですね。まあそうしたというわけです。それではプレイヤーの攻撃が敵にヒットした時のリアクションですね。それを実際に GAS を使って作っていきましょう。どこでもいいんですけれど、まあ、ブループリントの中に GAS っていうフォルダを作ってもらって、まあその中でさらに右クリックしてゲームプレイですね。で、そこからゲームプレイアビリティブループリントを選択します。で、まあ、特に、あ、これですね。ゲームプレイアビリティを選択して、OK ですね。で、名前を、まあ、GAS ということで、GAS の、まあ、ヒットリアクションにしておきましょう。ベースですね。にします。
で、オープン。で、オープンしたら、こっからですね、ウェイトで検索すると、ウェイトのゲームプレイイベントですね。ウェイトゲームプレイイベントを出します。で、次、ここからですね。ウェイトのモンタージュですね。プレイモンタージュ&ウェイトを出します。で、モンタージュトゥープレイは、プロモートトゥーバリアブルにしておきます。まあ、名前はこのままでいいかと思いますが、まあ、必要に応じて各自変更してください。で、ここですね。オンコンプリートからエンドアビリティですね。エンドアビリティ。で、ここ下3つ。まあ、合計4つと全部つなげます。まあ、これでアビリティが終了したという合図になります。で、クラスデフォルトを開いておいてもらって、アビリティタグですね。多分、ないと思うので、何でもいいんですけれど、アビリティにチェック入れて、で、プラスを押して、ヒット、まあ、リアクションにしておきましょう。で、アドニュータグですね。で、あとここですね。ここのウェイトゲームプレイイベントから、プレイモート、変数に省略しておきます。で、イベントタグは名前変えておきましょうか。ヒットディレクションタグにします。コンパイルしておきます。じゃあ、コンテンツロア戻って、さっき作った GS ヒットリアクションベースですね。を、Create Child Blueprint クラスにします。で、これを、ヒットの方向ですね。例えば、ライト。で、オープンして、まあ、この辺いらないんで、消して、で、モンタージュを選んでいくんですけれど、モンタージュは、まあ、今回は、例えば、これですね。これとこれにしましょう。これフランクのアクション RPG の中にあるヒットリアクションですね。こういう感じ。これだから、自分から見て左の攻撃ですね。だからですね。こいつは右手がこの攻撃は今右ですね、右攻撃なんで、相手は相手の左がヒットする感じですよね。だから、それに対応したやつを探します。だから、こいつになるのかな。そうですね、さっきのやつは、右から攻撃してるので、当たった方は左がよろけますよね。まあ、こういう感じですね。だから、まずこいつを、モンタージュにします。クリエイトで、アニメモンタージュにして、まあ、選択しておいて、で、作って、こいつですね。
こいつに当てはめますと。で、ヒットディレクションタグは、これは右にします。これは、まあ、新しいやつ作ってもいいかもしれないですね。アビリティで、でヒットのディレクションのドットのライト。で、アドニュータグ。にします。で、コンパイル、セーブ。で、次ですね。次、今度、まあ、こいつをコピペしてもらって、デュプリケートで、これをレフトにしましょう。で、レフトにしたら、まずこのタグですね。タグは、このライトを外して、ヒットディレクションから、レフトにします。レフト。で、このモンタージュですね。モンタージュは、今度こいつですね。をクリエイトで、アニメモンタージュにして、これをこっちに当てはめます。こういう感じですね。で、ここまで来たら、今度敵の方ですね。敵の方に行って、このアビリティクラスにさっき作ったモンタージュ、GAS ですね。を、当てはめていきます。GAS でヒットディレクションのレフトと、ライトですね。これしないと、これ使えないんで、忘れずに行ってください。で、リアクションは、このダメージが来たら動けばいいので、ここですね。あ、ここじゃない。あ、ここですね。ここで、コピペですね。あ、で、これ、敵の方なので、これいらないですね。で、これとこれをやって。で、ここを、これですね。あ、違う。アビリティのヒットリアクションにします。で、プレイさせてみます。動かないですね。動かないんですけれど、それはそうか。設定忘れてるものがありましたね。何かというと、ベースのところで、これ設定したと思うんですけれど、ここに設定したタグが来るまでは動かないので、このタグをまず設定していかないといけないです。というわけで、ブループリントのところにしましょうか。で、右クリックで、ブループリントクラスで、アニムノティファイ、ノティファイのステートを選択。で、アニムノティファイステートということで、ANS ですね。の、ヒットヒットディレクションにします。
で、オープン。で、ファンクションの、このティックの方ですね。にします。で、プレイヤーの方にちょっと戻りましょう。プレイヤーのブループリントのところに戻って、ここの begin overlap のこの other actor ですね、をプロモートさせます。で、名前を hit actor にします。で、こういう風にします。で、あとですね、まあ、どこでもいいんで、右クリック、ブループリントの、これですね。enum、列挙体ですね。で、名前を、enum の、ヒットディレクションにして、オープン。で、アドですね。押して、レフトと、ライトにします。で、セーブ。で、もう一度プレイヤーのところに戻って、ここのヒットアクターですね。をゲットで出して、で、さらに、で、ヒットアクターから、ゲットの、ゲットアクター、フォワード、ベクターを出します。で、これ、コピペします。で、ドットですね。で、こうつなげて、で、これを、まあ、大なりですね。まあ、イコールあってもいいんで、まあ、イコールにしましょう。イコール付きのやつ。で、ブランチでつなげます。で、さっきちょっと enum 作りましたけれど、名前ちょっと間違えましたね。レフトとライトではなくて、フォワードと、バックワードですね。まあ、前後ですね。まあ、フォワードとバックワードにして、で、変数の、プラスを押して、ヒットディレクション。で、ヒットディレクションの、こいつですね。を出しますと。で、これをセットで出します。で、true は、こう。で、false のところは、これをバックにします。つまり、後ろですね。で、これで何やってるかというと、これがヒットしたアクターですね。アクターと自分自身の前方向のベクトルを掛け合わせて、まあ、それがプラス方向。同じ方向だったら、同じ方向だったら、背中になるので、こっちがバックですね。で、フォルスだったら、フーですね。フーということは、お互い逆向きということは、向かい合っているので、まあ、フォワードですね。こうします。じゃあ、ここまで来たら、さっき作った、ノティファイですね。アニムノティファイステートのヒットディレクションで、ここのノティファイティックから、メッシュコンプから、ゲットオーナーを出します。
で、キャストで、プレイヤーですね。プレイヤーのものを出して、で、ここから、ゲットヒットアクターですね。を出します。で、存在していないとダメなので、一番下の、これにします。右クリックしたら、ここにあると思うんで、これを出します。これは、こうですね。で、さらに、こっから、ゲットのヒットのディレクションですね。で、これ消して、レシーブのセンド、ゲームプレイイベントトゥアクターですね。を出します。で、これとこれ。で、これとこれ。で、アクターはこいつですね。ヒットしたアクター、つまり、エネミーにイベントタグを渡します。で、こっからですね、セレクトですね。で、こいつと、こいつをつなげますと。で、フォワードとバックワード、それぞれプロモートさせます。で、コンパイルしておいて、で、ここ、ちょっと、目玉開けないといけないので、目玉開けますと。そしたら、ここまで来たら、攻撃するモンタージュですね。まあ、今回はこれですね。これで、で、トラックの、まあ、新しいトラック1個追加して、で、さっき作ったやつですね。を出しますと。ヒットディレクション。で、攻撃がヒットしたところぐらい。まあ、この辺。から、まあ、こんなところ。で、ここのフォワードのところは、これは右攻撃なんで、あ、これじゃない。ディレクションの、これ右攻撃なんで右ですね。で、後ろになったら逆になりますよね。だから後ろは、これを、レフトにします。こういう感じ。これでとりあえず動くはずなんで、プレイさせて、攻撃。で、反応しなかった原因はちょっと分かって、これ敵のキャラク、敵のブループリントなんですけれど、まあ、この辺いらないですね。まあ、もしかしたら皆さん敵のキャラクター、こういうのないと思うんで、別にいらないんで、イベントビギンプレイから直接、こう繋げてください。で、アビリティクラスも、まあ、これヒットのやつだけでいいんで、これもいらないですね。なのでこういう感じですね。ヒットリアクション、レフトとライトの、まあ、今回は2つだけで、で、さっきちょっと、さっき作った ANS ヒットディレクション、です。ここ、さっきつなげるの忘れてたので、つなげて、で、さらにヒットディ、GS ですね。GS のヒット、リアクションの、ここをですね、トリガーワンスチェック入れます。
で、プレイさせると、これはこういう感じ。ちゃんと攻撃と向き合ってますよね。で、これ後ろから攻撃すると、こういう感じですね。なんかずれてるか。あ、一応あれですね。まあ、一応合ってることは合ってますね。なので、まあ、アニメーション自体がちゃんと合ってないので変な感じしますけれど、まあ、これで何を言わんとしているのかというと、前方向から受けた攻撃と後ろから受けた攻撃で、まあ、アニメーションが変わると。まあ、今回のアニメーションがあんまりちょっと良くないので参考にならないかもしれないですけれど、まあ、例えばですね、例えばこれ、これヒット打ったら、右によろけるやつ でもう一個は左によろけるやつとかも多分あるはずなんで、まあ、例えばこういうやつかな。あ、違う、ライトか。こっちとこっち、さっきとこれ逆ですよね。こいつとこいつ、逆になっているので、こういうやつをさっきのアニメーションに使った方がいいかもしれないですね。そうすると、前から受けた攻撃と、後ろから受けた攻撃でちょうど逆になります。まあ、どういうことかというと、ここで反転させてるんですね。これ当たった敵ですね。当たった敵と自分自身との内積取って、まあ、プラスだったら同じ方向を向いているので後ろから攻撃しているという意味になります。これがトゥルーだったら後ろから攻撃しているという意味になって、まあ、フーだったら逆向きというか、お互い向かい合っているので相手の正面に攻撃しているということになります。で、これをこれですね、これで入れ替えてるんですよね。このノティファイティックで常にティックで動いてるので、攻撃した時の向きがフォワードだったらフォワードに入っているイベントタグが読み込まれて、バックだったらバックの方が読み込まれます。で、これが設定した、ここですね。あ、これじゃない。ここですね。ここで設定してるんですね。攻撃の時に。つまりこれ、前方向の攻撃だったら、このフォワードのところが、ライトになって、で、逆だったら、このレフトのアニメーションですね。が再生されるようにここで切り替えていると。で、これの切り替え自体は、まあ、GS のベースに見てもらったらわかりますと。で、こっちが、ライトだったら、ライトの方が、読み込まれるんですよね。
これ GS ヒットリアクションライトなので、ヒットディレクションタグがライトだったら、このアニメーションが読み込まれると。で、レフトだったら、こいつが読み込まれて、まあ、逆の反応になります。まあ、そういうことですね。なので、このコンボのアニメーション、例えば、こっちは逆なので、正面が左から起きている攻撃なので、まあ、同じようにヒットディレクションをつけてもらって、フォワード、バックワードでそれぞれ設定していくと、まあ、同じような感じになります。まあ、ちょっと難しいかもしれませんが、まあ、いろいろやってみてください。そうすると、前から受けた攻撃と、後ろから受けた攻撃で、モーションを切り替えることができます。というわけで今回は以上になります。まあ、もしわからないこととかがあったらコメントしていただければいいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。